りょうです。りょうです。りょうきです。りゅうへいです。あなとです。りゅうとです。ちろんです。ちょうだです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今年インスパイア東京2回目ということで、確かに去年はたくさんのアーティストの方々と一緒に出るという形だったんですけど、今回はね、ウバーワールドさんと対バンということで、ありがたいことなんですけども、対バンっていう形も初めてだし、今年の夏フェスの始まりでも始めですね。でも、ありますけど、とんでもない始まりですね。どうですか？そうだね。いやー、ほんと、初対バンでね、はい、やっぱ対バンって見るの楽しいし、海外からのアーティストとかも一緒に見たりするじゃないですか。はい。やっぱそう、僕たちいつやるか、誰とやるかなとかって、まさか一発のウーバーワールドさん。はい。で、本当にこんなことあるかっていうことで、ね、まあ、緊張してるし、リハとかもすごい、もう、いつも以上に言ってたらです、いつも関係ないんですけどね。なんか違う緊張感がもう溢れ出すような、リハーサルが続いたんですけど、まあ、しっかりやってきた分出し切って、恥じないように、リハーサルらしく頑張りたいと思います。はい。はい。うん。ね、シュンとは、シュントです。はい。わかるわかる。シュントはね、ウバーワールドさんと、もう一緒に出るじゃないですか。出ます。どうですか、緊張は。しますか？まだしてないです。まださすがにね。はい、で、対バンということどう思います？いやー、もうさっき言った通りですよ。もうその、今これ媒体が違うのよね。これ違うのよ。省エネか。引っ張ってこないから。省エネか。聞いといてないんですよ。だから一発目がウバーワールドっていうのはね、っていう話じゃん。感慨深いなっていう。本当だよ。いろいろ考えてたんですね、こう向かう。ああ、感慨深いよな。いろいろ昔のことを思い出してしまいました。そうだよな。ほんとそうだ。いや、今日もね。いや、ほんとそう思いますよね。いや、もうね、シュンと、もう、なんて、夢がね、なんかどこまで膨らんでいってしまうんだろうっていうぐらいのことのレベルで現実に起きてる。まあ、そう、シュンともウーバーさん大好きで、で、一緒に曲までできて、で、まあ、俺もね、ウーバー大好きで、みたいな。それがなんか、好きな人たちと一緒に音楽ができるって。そうだね。で、対バンでしょ？まあ、ソータもさっき言ってくれましたけど、それが本当にこの現実的になって、僕たちやっぱいろいろこう3年間走り続けて、いろんなことが現実に起きてくのが結構素早いじゃないですか。はい。だからそれ受け止める時間もないまま過ぎって言ってしまうけど、うん、やっぱこのウーバーワールドさんと対バンっていうのはなんかこう始まる前にもう受け止める、うん、なんかもう準備というものがなんか自分たちの中でもなんかこうできてるというか、うん、しなきゃなみたいな、あー、なるほどね、それぐらいなんか本当に神聖な今日だなっていうのが始まるなと思います、うん、確かにすごい。まあそれがね、記念すべきインスパイア東京ということで、そうですね、まあこれからステージに向かうわけですけども、まあ頑張っていきましょう。はい、以上、ウバでした。